は。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。やっほー。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。やっほー。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。バブルの写真、ディズニーなのかな。ディズニーです、あれは。ディズニーです。そうだよ。こんばんは。そう、コがぐちゃってなっちゃった。もうずっと今日メイクさんに可愛くしてもらったのにちょっとぐちゃってなっちゃった。やだ。こんばんは。そう、前髪を今日切ろうと思ったんだけど、うん、なんか時間ないしなと思って、そうやめたんだけどね。やっぱ切るべきだったわ。ちょっと長いですね。長いですね。ちょっと前髪がね。こんばんは。ありがとうございます。花火のギフトが。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。夜のディズニーの雰囲気好き。いいよね。私もね、めっちゃ好き。めっちゃ好きって言ってもそんないなかったけどね。滞在時間全然いなかったけど数時間、全然行ってすぐ帰ってきたぐらい、なんか本当になんかディズニーいたっけみたいなぐらい、あんまりなんかいたけどいないみたいな、なんかなんていうの、本当に夢夢の国、夢の国そう、本当になんかね、行ってすぐあれ、もう閉園時間やんみたいな感じだった。こんばんは。ちょっとまた載せようかな、写真は撮ったからちゃんと。こんばんは。なんか乗ったの。え、でも乗り物は
2回乗りました。2回じゃない、2つか、2つ乗りました。でも何時、3時間とかしかいなかったよ。3時間ぐらいしかいなくて2つ乗ったから、多分空いてたんだろうな、きっと。まあ夜だったしね、夜だったし空いてましたね。そんな人いなかった。なんかまあ人がいる基準とかわかんないけどでもなんかあんまり多いなって印象はなかったかも。割となんか混んでるようなアトラクションのイメージも、なんだろう、このアトラクション混んでるってイメージあっても、なんだろう、意外と何十分とかだったから、そう、すぐだった。こんばんは。リフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。真夏のテーマパークおに暑そう。いやー、でもなんか暑くはなかったかな。なんか夜のいい感じの風が吹いてましたね。まあ確かにちょっと入った時はちょっと引いてってるかな、なんか焼けそうだなと思ったけど、割とすぐ日落ちちゃったから、ご飯食べてたらもうすぐすぐ暗かった。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。でもそういうところに関してはさ、もうフットワーク軽めで生きてるから、いけるやんってなっていくみたいな感じなんですよ、いつも。そう、最近というか、もうなんて言うんだろう、行くときはだいたいそのそっちの方でお仕事があって、でだいたい巻いて終わるから、あ、じゃあもうこの時間あれば行けるねってなっていくみたいな、そう、もうノリと勢いみたいなところはあるから、そう、割となんか計画していくってよりかは、あ、いけるじゃん、行くみたいなぐらいのノリそう、まあこのまま帰ってもね、何もなんかすることないしなみたいな感じで、そうそうそう、行きますね。外に出ないイメージでした。なんかあんまり出ないかな。誘われたら出るけど、自分からはあんまり出ないですかね。出たら出たでもう一日に詰め込みたいので、そう、一日に詰め込みたいので、もうめっちゃ疲れさせます体を。もうここも行けばここも行くし、これも買うしみたいな感じ、毎回。だからすごく疲れる、お出かけした日は。もうズンって。疲れます、いつも。それぐらい結構なんか何日かに分けていくのがあんまり好きじゃなくて、そう、行ける日にもう詰め込みたいみたいな感じなので、そう、行ける範囲のところはもう全部行きますね、はい。そう、何回も外に出て、なんか何回もメイクして、なんか可愛いお洋服着てお出かけするっていうのも、まあ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 嫌いじゃないけど、できれば避けたいかなみたいな感じなので、いつもそうですね、そんな感じ。割となんかスケジュールあんまり決めないので、外出る
なんか割と電車の中で、あ、じゃあ今日ここ行こうとか、なんかもう直感ですね。そう、あんまりなんか何時に家出てとか、何時、なんか何分のこの電車に乗りたいとかも特に決めてないかなって感じ、いつも。そう、意外とそんな感じですね、適当です。こんばんは、ありがとうございます、ギフトありがとう。帰るには早いなってことは割と、ああ、まあそれもある、帰りたい気持ちもあるんだけど、いや、ここまで準備してもう帰っちゃうのももったいないみたいな、それはあります、あります、全然ありますね。そういう時は結構頑張る。そう、外にいるっていうことを頑張る。結構それはそうだわ。そう、ちゃめっちゃ考えて、なんかしたいことあったっけなとかってすごい考えて、そう、今まで衝動で一番遠くまで出かけたのか、え、東京ですね、自分で行った日かな。あれもでも SNS でやってるのを見て、割ともうすぐ終わっちゃうじゃんと思って、チケットサイト見たらもうここしか、自分が休みの日がちょうどチケットが売ってて、ああ、これはもう運命だと思ってパッて買ってチケット買って、そう、その日行った日に新幹線のチケット買って行くみたいな。でもそれも目的がそこしかなかったから、他に行く場所がなくて、特にだからそれ見てからすぐ帰ってきた。すぐ帰ってきた。なんかお昼食べるとかでもなくて、そう、お昼食べるとかカフェ行くとかも、なんかもうそれしかなかったの、目的が。他に行くところも別にないしなと思って、まあもう十分だなと思ってすぐ帰ってきましたね。まあ、夕方には、朝出て、朝家を出て夕方には家にいたって感じですかね。もったいない気もするけど、でももうその時の私はね、何にも考えてなかったので、そう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 、特に何も、すぐ帰ってきちゃった。こんばんは。できるならそういうスケジュールで旅したい。でも私もなんか性格上、なんか例えば行く、例えば旅先でここに行きたいってなった時に、例えばそこが定休日だったとかも、それはまあ調べれば出てくるじゃん。例えばなんか臨時休業とかだったら、じゃあどうするってあんまり多分考えないタイプですね。なんかじゃあその時にならないと、なんか予備とかはあんま考えないかも。なんかもう旅先で目にパッてついたもの行ってみたりとかしちゃうみたいな感じがいい。なんかこれ行けなかったらここも行く、ここも行きたい、ここも行きたいみたいな、なんか事前にあんま決めないかな、めんどくさいんで。なんかノリ、そこもノリそこもどうにかなるでしょうみたいな、そうっていう考え、そう、なんか直感ですね。
ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。今日はねインスタライブをしたいんだよね。なんか今月やってなかったみたいな。私はすごいやった気でいたんだけど、ま、月末だったらしい。先月の末がラストだったみたいなので、ちょっと今日やろうかなと思います。インスタライブ今日するんだけど、そうバブルのねバブルライブもあるらしいんだけど、それもね今月中にやりたいんだよね。そう今月中にやりたいんだけど、できるかしら、できるかしらって感じですね。そうバブルライブもあるらしい。バブルライブは本当バブル、私のバブルに登録してくれてる方しか見れないらしいですね。でアーカイブが残るんだっけ。でもアーカイブも1日経ったら多分見れなくなっちゃうみたいな感じらしい。私もでもバブルライブは結構なんか探り探りって感じになりそう。何もわかんないや、どういう感じ、ちょっと聞いてみるね、メンバーに。どういう感じか。こんばんは、こんばんは。まあ今月にバブル始まったじゃん。そうだから、そう今月やりたいんよそう今月バブル始まったから今月中にやっておきたいんですよね、バブルライブ。そうバブルのライブ、バブルライブも、まあ、月1目標でいきたいかな。そうで決めとかないと多分私の性格だと やんなそうなのでそう1ヶ月に1回ぐらいやりたいかなって感じですね。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。リアタイ無理な時もあるのでアーカイブ良きです。アーカイブね、私はでもインスタライブのアーカイブ残すの好きじゃないから、インスタライブはもう見れたらラッキーと思っといてください。まあでも私はあんま急にインスタライブ始めることないからね、あれだけど、言ってからやるからあんまりあれだけど、インスタライブアーカイブ残さないのでぜひ見てくださいね、今日も。だからこんばんは。うん。こんばんは。リップ変わった？変わってない。
ベースは変えてないです。グロスだけ変えた。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。私は今日もお寿司を食べました。お寿司を食べて帰ってきたら夜ご飯はお刺身でした。そろそろ魚食べすぎて魚になりそう。前髪伸びるの早く、前髪伸びるの私めっちゃ早いんだよね。すぐ伸びる、すぐ伸びる。雨は降られなかった。うん、雨はね、見てない。今日も雨は見てないです。はい。なんか雨が降った形跡は見たけど、私の目では見てない、雨は。はい。ラッキー。でも今日ね、あのね、ドクターイエロー？ドクターイエローはあれ、黄色い新幹線見た。すごくない？すごくない？そう、あれってさ見れないよね、あんまり。すごくない？ラッキー、ラッキーじゃない？すごいよね。今日免疫で見た。すごいよね。初めて見た。ドクターイエロー今日見たんだけどさ、って言っても電車の中から見たんだけど、すごくない？ラッキーってことですよね。いいことあるらしい。やった。そう、電車乗っててぼーっと窓の外見てたの。そしたら黄色いのが見えて、なんだと思ったらドクターイエローだった。すごくない？あっ、雨の音がする。急ですね、めっちゃ。え、さっきまで降ってなかったくない？急だね。すごい。こんばんは。配信だとあんま聞こえないかな。めっちゃ雨の音してる今、外で。雨です、今。音あげますって。多分聞こえそう。雨の音が。すごい、やば、急じゃん、やば、えぐい、めっちゃ降るやん、すごい。すごい、めっちゃ雨降ってるやん、やば、すごい。おお、すごい、急だね、困るね。よかった、家でこんなんさ。すごい。すごくない？急に降ることある？急にこんな、すごい、めっちゃ降るやん、急に。一宮近いから。もうすぐ降るの分かるの、ありがとう。本当？外に出てみる。いや、出たくないです。雨好きじゃないもん。ギフトありがとうございます。ありがとう。すごい、急に雨だね、すごい。めっちゃ急じゃない？
家にいるからいいけど、こんなさ、なんか外にいるときにこんな雨降られたら困るよね。やだね。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。すごすぎ雨。あ、でもちょっと聞こえなくなった。すごい、数分めちゃめちゃすごかったけど、今そんな聞こえなくなっちゃった。なんかクーラーの音なんか雨の音なんかわかんないな。この間雨で都内がすごくなった時びっくりした。え、なんかさ、地下鉄なんかめっちゃすごかったよね。なんか SNS で見た写真。何で見たんだろう、 TikTok かな、 TikTok か TwitterX かかで、なんか見た。雨がすごすぎて、地下鉄がすごい水みたいな見ました。やばいよね。もうなんかそんな日に外出たくなくなるよね、ほんと。やだー、嫌すぎる。明日出る予定あるんですか？あります、ありますけど、ありますけど出たくないです。雨だと雨だと出たくないですね。ちょっと嫌ですね、だいぶ嫌ですね。やだな、憂鬱。午前中に豪雨になるかも。そうなの？やだ、嫌かもしれない。嫌すぎ。あ、40分になったら終わりますね。今日はインスタライブをするのちょっと早めに終わります。今もロック画面、天気によって画像変わるの。今ねロック画面違うやつです。なんかね、なんかよくわかんないロック画面にしてるこの間まではこの間まではなんか花、なんかお花をロック画面にしてたんだけど、なんか違うやつに変えたんだけど、なんかね、どこのなんかどっかの看板をどっかの看板をロック画面にしてるんだけど、なんかなんていうの、どこかの県のなんか月、なんか月っていう地名なのかな、わかんないけど、月まであと3キロみたいな、なんかそういうやつ、どっかの県のなんか地名の看板みたいなやつにしてます。可愛くない適当すぎ。そう、その看板の写真がなんか SNS で流れてきたから、ダウンロードして録画面にしてます。でも結構なんか定期的に変えたくなるタイプなので、割と変えちゃうな。割とほんと深夜に、あ、今この気分じゃないなみたいな、そうってなったらもうピッて変えちゃいますね、すぐに。でもホーム画面はもう長年一緒なんだけど、ロック画面は結構ちょこちょこ変えるタイプ。
なんか好きなキャラクターにしてみたりとか、自分が撮ったお気に入りの写真にしたりとか、そう、そんな感じ。写真ランダムに変わるやつにしてる。あー、なんかそれやりたかったんだけど、なんかめんどくさくてやめちゃった。そう、めんどくさくてやめちゃいました。でもいいよね、そのランダムに変わるやつ。そうで、前はあの自分で撮った、あの蜷川実花さんのあの展示会みたいなとこに行った時に撮った写真にしてました。そう、なんか可愛いお花です。お気に入りだったやつをにしてたけど、今は違います。こんばんは。自分は SNS のアイコン変えたくなる。あー、わかるな。でもあんまりなんか SNS のアイコンちょくちょく変えるとさ、そう、なんかこんがらがっちゃうかなと思って、自分はよくてもさ、なんか見てくれてる人が混乱しちゃうかなと思ってね、そう、あんま変えないでいるんだけど、逆に私も LINE のアイコン変えたい。ホーム画面変えたいけど、いまいちピンとくるのがなくて、私をホーム画面にしなよ。そう、 LINE のアイコンを変えたいんだけど、なんかでもずっとね、3年ぐらい一緒なんですよ、多分3、4年は持ってるかも。3年ぐらい一緒なんだけど、なんかね、違うんだよね。そう、なんか違うんだよね。ゆずぽとのツーショットホーム画面にしてる。え、嬉しい。いいですね。ツットロック画面ゆずぽ。やった。愛だね。そう、 LINE のアイコンなんか急に変えたくなるときない？私今それなんだけど、変えがないの。急に変えたいんだけど、なんかアイコンになりそうな写真がなくて変えれてないんですよね。何がいいかな。今はね、ちなみになんか自分がお仕事で履いた時のスニーカーが可愛かったから、それをアイコンにしてるのね、 LINE の。そう、でもちょっと変えたいんですよ今それ。なんか自分の顔とかにはしたくないのね、さすがにね。めっちゃ自分好きなやつみたいになっちゃうやん、 LINE のアイコンとかをさ自分の写真にしたら。そう、だからあのそれはやりたくないんだけど、なんか何かの自分で撮ったものとか、まあ、食べたものはなんか違うかなみたいな感じで、そう、だから変えたいんですよ今。また雨すごい。あ、これ多分クーラーですね。紛らわしい。これはクーラーです。すいません。紛らわしくて。すいません。紛らわしくて。すいません。
これクーラーの音です。台風無事に通り過ぎたよね。ねえ、公園が私心配だよ今のとこ。大丈夫？ S 公園30日の無事にできそう？なんか怪しくない？30日の S 公演なくなったら本当に月に2回しか劇場に行かなかったことになっちゃうんですけど、大丈夫ですか？みんなやだよ。やだよ。公演は やるべき。やっぱりなんか本当にさ、そのなんて言うんだろう、なんか公演って大事じゃないですか。だからなんかちょっとしたことでなんだろう、中止みたいな、あんまりなんかうーんって思っちゃうタイプなんですよね私は。そう、やっぱそれを楽しみにしてさ、みんなは過ごしてくれてるわけじゃないですか毎日。それをさ簡単にじゃあもうやめますみたいなさ、そうこちらとしてもなんかすごい元気なのに、なんか例えば外の天気が良くなくて、そうなんかできませんみたいな、そうこちらもなんか何もできない感じが、なんかやるせなくなっちゃう感じがして、そう嫌なんだよね。私なんかこっちもなんかさ、すいませんできなくてみたいな感じになっちゃうじゃん。そう、まあ仕方ないんだけどね。こんばんは。いやでも本当にみんな気をつけて過ごしてくださいね。とにかく30日があるかどうかがちょっと心配。私はあるといいけどな。風で飛ばされないように風飛ばされたことないけどな。一応踏ん張って歩きます。しっかり踏ん張って歩きたいと思います。あ、40分らしい。ちょっと終わりますね。インスタライブするんだけど、その前にメールだけ送ってきます。モバイルメールだけ送ってきます。送れなくなっちゃうので、配信してたら。じゃあまた後で。ショールームはまた明日、また後で。あともう多分5分ぐらいしたら戻ってくるので待っててください。ありがとうございました。またね。ありがとう。バイバイ。